ディートリヒ・ボンヘッファー、ディートリヒ・ボンヘッファー、デートリヒ・ボンホファー、1906年2月4日から1945年4月9日は、ドイツのコプロイセン合同福音主義教会の牧師、20世紀を代表するキリスト教神学者の一人、第二次世界大戦中にヒトラー暗殺計画に加担し、別件で逮捕された後、極めて限定された条件の中で著述を続けた。 その後、暗殺計画は挫折。ドイツ降伏直前の1945年4月9日、処刑を急ぐ国家社会主義ドイツ労働者党、ナチ党により、フロッセンビュルク強制収容所で刑事。ベルリン州立図書館の1階には、公主台のロープが首にかけられたボンヘッファーを描いた大遺跡の胸像が展示されている。ディトリヒ・ボンヘファーは1906年2月4日に、 ブレスラフは、精神科医、神経病理学者であった。母パウラ・ボンヘッファーは、イエナ大学進学部教授でルター派の歴史進学者、カール・フォン・ハーゼの孫娘で教師であった。いとこに、ハンナチー運動に共に参加したアルビド・ハルナックとファルク、ハルナックがいた。ディートリヒ・ボンヘッファーは、富裕な教養市民階層の家庭で成長した。母は、家庭内で、初等教育を教えたが、 キリスト教教育の面で不安を感じていた。なぜなら、父カールは宗教の問題に関して距離を置いていたからである。そのためか、ボンヘッファー家はキリスト教会の礼拝には滅多に出席しなかった。父のカールがベルリン大学からの招聘を受けたため、1912年に家族はベルリンに転居した。双子の妹による階層によると、ボンヘッファーは、 第一次世界大戦の終わり頃、死と永遠に関する問題に取り組んでいた。ジケイ・バルターが1918年4月に戦死し、母パウラが深い悲しみに沈んだためと言われている。生徒としてボンヘッファーは、フリードリヒ・シュラヤマハーの宗教について、宗教を軽蔑する教養人のための講は、フリードリヒ・ナウマンの宗教に関する書簡を読み、教会史に取り組んだ。 ギムナジウムの最終学年時に彼は選択科目としてヘブライ語を選び自由科目として福音主義進学に取り組んだ。ボンヘッフハーがギムナジウムで大学進学部入学を前提とする科目を選択したことに彼の家族は驚いたがその意図を理解し指示した。1923年彼は17歳でベルリンのグルーイコールギムナジウムでアビトゥアに合格した。 1923年に中ンゲン大学福音主義進学部に入学し、進学の学びを始めた。ここで哲学の講義も受講している。ここでは中ンゲン大学学生組合イーゲルに加入した。ローマでの研究滞在の後、1924年にベルリン大学進学部に転学した。ここで自由主義進学の担い手たちに出会ったが、とりわけ、 アドルフ・フォン・ハルナックから大きな影響を受けた。この時期、独自の弁償方針学を提起していたカール・バルトに、傾倒した。ある種の批判的な距離を持ち続けていたが、ボンヘッファーはこの時、以来、常にバルトと彼の進学に結びついていた。1927年、21歳で彼は、進学博士号をベルリン大学進学部から授与された。 教理士やのラインホルト・ゼーベリック教授の下で、学位請求論文、生徒の交わりを書き上げ、最優秀、スンマ・クムラ・ウディの評価を得た。バルトと並んで、ヘーゲル、マックス・ベイバー、エルンスト・トレルチから進学的、社会学的政策に関する影響を受けた。1928年1月にコプロイセン、合同福音主義協会ベルリン・ブランデンブルク地区の、 牧師資格を得るための第一次進学試験を受けた。1928年2月から1929年2月までバルセロナドイツ人福音主義協会共同体の牧師法を務めた。1929年にベルリン大学進学部の助手になり、1930年の24歳時に超越論哲学と存在論を扱った組織新論文、行為と存在で、 大学教授資格を与えられ、第二次進学試験を受けた。牧師認職を受けられる、規定年齢の25歳になっていなかったので、この段階では、ボンヘッファーは、まだ牧師には認職されず、牧師補のままであった。1930年から1931年に、かけてアメリカ合衆国に留学し、ニューヨークのユニオン神学校のラインホルドニーバーの、下で学ぶ。 この滞在中に、ハーレム地区のアフリカンメソジストエピスコル教会の共同体と接触する機会があり、アフリカ系アメリカ人に対する差別の問題に触れる。その後、マハトマガンディの思想からの影響とともに、アメリカでの経験が、福音の社会的側面に対して、ボンヘッファーの考えが変わり、進学者として出発する。その後キリスト者として、 やがて同時大臣として生きることを選ぶ一つの定期となったと考えられる。1931年に帰国後、ビルヘルム・リュトヘルトの組織進学講座の志向師として、ボンヘフファーは、ベルリン大学進学部で講義を行った。1931、1932等学期に、彼は20世紀組織進学の歴史に関する講義と、哲学における遺伝と、 福音主義神学に関するゼミナールを担当した。1932年に教会の本質に関する講義を行った。それはハルナックのキリスト教の本質との相違を強調したものであった。1933年には彼はキリスト論を講義した。彼の講義は好評で多くの学生が出席したが、祈りで始めるゴンヘッファーの講義は学生たちにとっても異例のものであった。 慎重する国家社会主義に心を動かされていた受講者たちは、ボンヘフの発言に驚かされた。次の戦争は、神の規定への敵対することから生じるのであり、戦争はもはや必然事項ではない。なぜなら、戦争は、刑事に目を向けることを奪うからであると他の講師たちは、してしない実極的発言を行ったからである。1931年、オットー・リベリウスは、 ベルリン工科大学に福音主義学生共同体を設立させ、大学内での指導をボンヘッファーに託した。しかしながら、福音主義学生共同体は学生たちから強い拒絶を受け、1933年には解散に追い込まれた。ボンヘッファーは、ベルリンミッテクの労働者居住地域にあるシオン教会で、牧師補として、献身令教育を1932年3月まで、 行った1931年夏に彼はフランツ・ヒルデブラントと共に献身霊のためのカテキズムを書いた。そこで二人は聖戦という考え方に反対し平和のための祈りに賛成するという見解を記述した。1932年にボンヘッファーは若年失業者のために青年会館を開設したが、1933年にナチスによって 共産主義的として閉館された。1931年11月15日、ボンヘッファーはマテウス教会で牧師に任職した。彼は教会共同体から良き説教者としての評判をすぐに得た。彼はニ度ベルリン東地区の教会牧師職を得ようと試みたがとろうに終わった。その後、彼は世界教会連盟の青年活動担当の仕事を 引き受けた。ボンヘッファーは、ボン大学福音主義進学部のゼミナールに短期訪問した3週間の間、初めて個人的にカールバルトに出会った。その後、二人は数回会い、進学的意見交換を行った。お互いの共感と進学的、政治的近さは、最初からその間柄において、相互批判として結びついた。それによって、この結びつきは、 両者の進学において、実り豊かなものになった。週末、ボンヘッファーは学生たちと目想と議論をするために、マルク地方のユースホステルに出かけた。1932年、そのために、ベルリン郊外のビーゼンタールにある山小屋を、両親の支援を受けて購入した。この自由活達なボンヘッファーサークルから、教会闘争における協力者と、 教会一致運動に加わる代表者たちが1933年から生まれた。1933年1月30日にアドルフ・ヒトラーが最初に就任。ナチ党の政権取得直後、ボンヘッファーはラジオ放送でナチ党の指導者原理を露骨に批判したが、放送は強制的に中断された。同年7月には、 ユダヤ人の公職からの追放を目的とした職業管理再建法と呼ばれるナチスの追随者がドイツのプロテスタント教会で支配的になるがこうした動きに対抗し9月21日ボンヘッフ,ファーはマルティン・ニーメラーらと牧師金球同盟を結成これが後の告白教会につながるただし アーリア条項に反対した当時の他の教会指導者たちとボンヘッファーが全く一の考えを持っていたわけではない。他の指導者たちにとって反対すべき主要な理由は、教会の自由が侵害されるという点であるが、ボンヘッファーは問題の重大性を深く認識していたことがさえある。同年、ロンドンのドイツ人教会の牧師に着任し、教会闘争において最も親しい友人となる世界。 会会会議議長チチェスターの主教に出九1934年4月22日、国白協会結成。5月末には、第一回全国国白協会総会が開かれ、6月には、カール・バルト起草によるバルメン宣言が全会一致で可決された。翌百三十五年四月、ロンドンから戻り、国博教会による非合法の牧師養成所。後に、 フィンケンマルデンに移るの所長となる。ただし、ナチズムとの妥協を図ろうとする恩賢派が、国白協会内でも多数であり、こうした思想的相違から、国白協会内でのボンヘッファーの影響は大きくなかった。この頃、後の婚約者、マリア・フォン・ウェデマイヤーと知り合っている。1936年8月に、ナチスに対する反対により、ベルリン大学から解任される。 1937年7月1日、ニーメラー逮捕。同年9月、フィンケンバルでの牧師養成所が、ゲシュタポにより閉鎖される。1939年6月2日に、ニューヨークに向けて出発。アメリカでは、ニーバーラが、ボンヘッファー亡命のための準備を整えていた。しかし、わずか1ヶ月後にはドイツに帰国することを決断する。 1939年、ドイツ国防軍の将校を中心とした、ハンヒトラーグループ、ゲシュタポによって黒いオーケストラと名付けられるに参加。ボンヘッファーの役割は、グループの精神的支柱となることのほかに、各国のエキュメニズムとの連絡、連合国側への情報提供、及びは平行渉であった。1943年1月に、マリア・フォン・ベーデマイヤーと婚約。しかし、 数ヶ月後の4月5日にユダヤ人の亡命を援助したことにより逮捕。1944年7月20日、黒いオーケストラによるヒトラー暗殺計画は失敗に終わった7月20日事件。多くの関係者が処刑、または逮捕され、ボンヘッファーの兄クラウス、ギケ・リューリガー・シュライハーも逮捕された。1945年4月に黒いオーケストラの 一員であったビルヘルムカナリス提督の日記から、ボンヘッファーの関与が発覚。わずか数日後の4月8日、ボンヘッファーは、フロッセンビュルク強制収容所へ送されて、死刑判決を受け、翌日公主刑に処された。同日には、義兄ハンスフォンドホナーに、カナリスらも処刑された。兄クラウス、義兄、リューギガーも4月23日に、ベルリンで銃殺された。 ヒトラーが相当地下壕で自殺し、ナチス体制が崩壊したのは、ボンヘッファーの軽視した3週間後のことだった。その早すぎる死のため、ボンヘッファーは自らの思想を語り尽くすことはできなかったが、安価の恵み、高価の恵み、非宗教的キリスト教、成人した世界などの論争的な実語により、第二次世界大戦後のキリスト教会に大きな影響を与えた。 上述したように、ボンヘッファーはガンジーから影響を受け、非暴力の抵抗を理想と考えたが、当時のドイツは限界状況にあり、違法な手段以外に選択肢はなかった。ボンヘッファーは、ある一定の状況においては、殺人が善であり得ると主張したのではない。殺人は悪であり、神の裁きの対象であることに変わりはなく、マタイによる福音書26章52節にあるように、 剣を取る者は皆剣によって滅びるのである。しかし、隣人のためにその罪を自ら引き受ける者が彼の時代には必要であるとボンヘファーは考え。そのようにして、神の立法を一時的にでも超えていくことは、彼によれば、将来における真の意味での立法の成就に不可欠であった。逆に、善を選ぶことが不可能な状況下において、より大きな悪を避けるためにより小さな悪を選ばない。 ことは逃避であるとされ、批判の対象となった。当時のナチ党の思想家による国民の影響について、ボンヘッファーは、両親は、葛藤を避けるために自立を放棄して他立に陥り、それが、当時のドイツでは、ヒトラー崇拝という形を取った、との見方をした。ボンヘッファーの進学は、歴史的状況によって促された面と、弁償法進学、ヘルンフートの経験主義、 ルター派の伝統、カトリシズム、アドルフ・フォン・ハルナック、ルドルフ・オットビルヘルム・ディル隊からの影響を、自分の進学に取り込んだ面を持っている。彼は、旧約聖書のトーラーと、新約聖書でのキリスト論的集中を結合させた。中心的テーマは、キリストの体、イエスに従う共同体、この世に連帯する神から託された、共同体としての教会である。 ボンヘッファーの進学は内面に向かう傾向を持ち、神秘主義的特徴を帯びながらも、実践との結びつきを失ってはいない。このような幅広い多様性は、彼の著作に関して非常に異なった解釈をもたらす。そのため、様々な傾向を持つ、神学的模倣者と思考傾向を生み出した。これが、盗録のキリスト者とキリスト教会において、 社会主義に関しての全身的解放に導き、最終的には、ボンヘッファーの進学を援用して、登独のドイツ福音主義教会連盟において、社会主義の中にある教会という路線が定着する、結果になった。社会主義の中にある教会路線とは、登独という社会主義国家の存在を認め、キリスト教会とキリスト社は、登独社会主義と共に生きることを主張した。 ボンヘッファー神学の展開に関して、中心点はイエス・キリストにある。この中心的観点から、神学的な深い考察、霊的深さ、倫理的責任感が組み合わされている。シューる霊的な事項は、キリスト教的存在論における根本事項である。イエス・キリストを中心とすることで、ボンヘッファーの神学的死における全要素が統一性を得ることになり、 大学で講じられる福音主義神学に組み込まれた。ボンヘッファーのキリストに関する深い考察に際して19世紀における宗教批判は現在においても意味を持っている。ルートビヒホイエルバッハとアドルフ・フォンハルナックに関する示せを行いながら彼は1928年の論文にイエス・キリストとキリスト論の本質という表題を付けていた。そこにおいて彼は カール・バルトの弁償方針学の方法を用いて、知識、モラル、教会と宗教を神への無意味な道とみなした。人間において、神へ向かう道は一つであって、そこで人間と神は出会う必要がある。イエスにおいて、神が無条件の愛を示して人間に接近してきて、いるのは明白であって、神の無条件の愛は、死よりも強いのである。キリストはそれ、 自体として存在しうるのではなく、人間である私に向けて存在するのであり、共同体においてのみ考えられうる存在なのである。ボンヘッファーは、新約聖書を引用して、キリスト論においてパウロ・トルターを重要な問題とみなしている。お前は、誰なのか、神自身なのか。という問いに、初代教会はその問いに、方法論という見地で答えたが、現在進学は、 本質論で答えようとして混乱している。イエス・キリストは今現在、単なる人間として存在しうるのであり、しかし、神としても永遠に存在しうるのであり、同時代人として存在しうるのであり、生きてもいる。キリストは人間の中の偽人による祈りと行為において存在しうるのであり、受肉と十字架がこの世に向けた全面的な愛を根拠づけるからである。 1939年のテオドール・リットへのボンヘッファー書簡には以下のように書かれている。ボンヘッファーのイエス・キリストへの集中は1940年に執筆した倫理においても明確である。そこでは、二王国論という数百年の間支配的だった思考モデルを拒絶している。教会とこの世、福音と立法という思考を彼は明確に否定している。 しかしながら、ボンヘッファーは、マルティン・ルターとの一致を強調した。キリスト社において、服従義務が課せられている限り、上に立つ権威が神の起きからの離反を強いてしまう。ルターは、使徒行伝語章二十九節を言及して、地上の権威への服従義務に限界があることを指摘した。ボンヘッファーは、この世と、教会共同体の間に、明確な区別を把握し、再三再始、 この世への宣教がキリストから、教会共同体に委託されたものであると、強調していた。それも、教会共同体だけでなく、この世のために死んだキリストからの委託である。この世は、教会共同体との生死をかけての戦いの中にある。教会共同体への宣教委託と存立の本質は、この世における戦いである。しかしながら、すでに、この世に向けて、神との和解が語られ、 神の愛という現実が成就していることを理解せずに、この世は神の愛に歯向かったのである。これを、ボンヘッファーは、倫理において言及したが、復従においてもより詳しく展開している。神が見出したのは、小さな教会共同体であったが、意外な教会共同体であった。なぜなら、そこで民を見出したからである。若者たちと民は深く結びついており、若者たちは、 神の使者になり、徴収と信仰者たちを見出す。しかし、彼らの間で終末まで敵意があり続けるだろう。一人のキリスト者は同時に神とこの世の現実の中で生きることになる。この世は仮の居場所に過ぎないという現実から、今の世界は木を背けている。究極以前のものは究極に覆いがされたものである。究極のものは歴史において現れ、 神の国という可能性を明確に示している。そこにおいて、信仰のある人間はこの世を介して、神に至るのであり、この世を通り過ぎるのではない。さらに、ここで、ボンヘッファーは、古い神学的モデルとの関係を断っている。それまで重視されていた創造された自然の価値とこの世の自立性を、彼は低く評価した。それゆえ、キリスト教信仰をまやかしとみなして、 悲願なる言葉で慰めを語っているに過ぎないと批判したルートビヒアンドレアス・フォイエルバッハ、カール・マルクス、ジークムント・フロイトをボンヘッファーは退治させている。ボンヘッファーは経験と倫理的行為を個人に属するものとして配慮しているが、この世に組み込まれた個々人の存在という背景を前にして、彼は経験と倫理的行為をキリスト教的共同体に組み入るのである。 彼にとって神学は祈りながらの施策であり、教会内で両膝をついて祈りながら施策することでもある。目の前に見える教会に彼は悩み、苦しむが、その教会と彼は連帯している。ヘーゲルの言葉、神は教会共同体として存在しているに依拠して、キリストは教会共同体として存在しているとボヘファーは語った。神は刑事において、 自らを表すのであり、神は人間にとって無縁の存在ではないが、人間に対して自由な存在である。それにもかかわらず、教会はこの世の一部として刑事の形態でもある。彼は教授資格論文、行為と存在を1931年に出版した。キリストのように人間は他者のために存在していると記述した後で、教会が他者のために ここに存在している場合ならば、教会は教会に他ならない存在であると書き加えている。1944年、ボンヘッファーは自身の属していた教会に非難を浴びせている。教会が自己存続のためだけに活動したとみなしたからである。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。